J リーグ第5代のチェアマンを拝命した浦井でございます。今年 J リーグは30周年を迎えますけれども、これまで J リーグ創設の井戸を掘った方々の意見を、お伺いしながら、今後の J リーグに伝えたいこと、J リーグ創設の思いを紡いでおります。代理店側で J リーグを支えてくださった岡本潤さんとか、クラブ側で、J リーグ創設の息吹を伝えてくださった、読売クラブでセニョール佐藤さん、浦和でミスター佐藤さん、そして鹿島では平野さん、こういう方々のお伺いさせていただきました。そして J リーグ規約を、作った小竹さんや J リーグのリーグマネジメントそのものを全て支えた、佐々木和樹さん、そしてルヴァンカップを創設された飯島さん、数多くの方々にお話をお伺いしてまいりました。実は今日一番深いところに潜って井戸を掘られた大恩人、川淵三郎さんに今日初代チェアマンお越しいただいています。川淵さん、どうもよろしくお願いします。森木が疲れました。ありがとうございます久しぶりに浦和に来れて嬉しいですよ。あ、そうですか、もう本当ね、30年前の開幕は駒場スタジアムで、実は今シーズンちょっと埼玉スタジアムの芝の張り替えとかで今シーズンは駒場で開幕するという、なんか寂しいような、まあね、初年度を思い出すようなね、それはそれでいいんじゃないですかね。そうですね、まあそういう意味ではちょっといろいろ記憶をたどりながら昔に戻ったり、未来を思いを馳せたり、そんなお話をお伺いされたらいいと思いますが、カブさん、これ今ウーロン茶飲んでるグラスがですね、これね5周年の、5周年ですか、はい、あ、5年目ぐらいっていうのはどんなタイミングだったんですかもう激動の開幕から5周年っていうのは一番まあ順調で、バブルが弾いた後、J リーグがスタートしましたよね。その逆に、まあ、J リーグっていうのはもう本当に右肩上がりでどん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 人気がこう上がっていって、でややこの5年目ぐらいのところで観客動員数が落ち始めたっていうところですね。1万8000、1万9000、1万7000、1万3000、1万人ぐらいの平均観客数で一番落ちた頃ですよ。その5年目っていうのは平均観客数ちゃんと覚えてらっしゃる、覚えてますねその1、2、3、4年目がその一番落ちた時で、それが1万300人、131人かな、平均、一試合平均が、で、これ一気呵成に1万人を切るこう危険性があったわけですよね。そうですか。だからそこでまあなんとか持ちこたえたっていうか、やっぱりワールドカップ日本で招致運動が決定した時でしたからね。だからまあ一番苦しい時にこの5周年があったっていうことですよね。結構勝負の5周年のお土産だったっていうことですか。で、僕はね、その時にじゃあどういうことでこんな数字が落ちてんだっていうことをマスコミから聞かれてよく覚えてるのは、やっぱりサッカーのその固定客、固定したファンっていうのはね、やっぱり小選人はいるわけですよ、J リーグができる前からの、で、その 4,5 千人の上に約1万3000人の、その不動票ができたのが J リーグのスタートなんですよね。だから固定客は、サッカーの固定ファンは上がってても、この不動票が落ちたことで全体が落ちてるということでね、僕としては固定票は絶対に上がってるなという、だからここをどう増やすかということであって、まあ、そういう意味ではある種その1993年からのその経過を踏まえながら、まあ、ここが踏ん張りどころ、これがまあ一番のそこかなっていう感じは思ってましたけどね。丸ごと全部がこう減速してるわけじゃなくて、固定は増えてるけどここがっていう、もう不動揺なんですよ。言ってみれば武田や和が練習で行くときにわーキャーっと女性ファンがここについて回るようなねスタジアムの中でもそういうスタートでしたからね。で、それはまあ華やかなサッカー、華やかな J リーグ、三浦和とかいう武田とかっていうことで、女性がもう本当にたくさん若い女性が来てましたから、その女性がどんどん減ってったっていう感じですね。それは何もいいっていうわけじゃないんだけども、だからそういう意味ではまあ固定客は落ちてんじゃなくて、固定客がむしろ上がってるという、そういう理解でしたね。まあ私もこうそこからずっと
後なんですけど、うん、2014年に千山になるんですけども、実は95年の J1 入場数をついに一度も抜くことなく、うん、あの私の時代まで来るんですね、うんうん、だからそういう意味ではちょっと後々今後の J リーグのこともお伺いしたいんですけど、うん、ちょっといろんなタイムスパンで、お話をお伺いしていきたいんですが、まずそのカブスさんにとってスポーツ、うん、あのふんどしで、うん、泳いだ頃ね、泳いでいた少年次第あたりから始まって、うんうん、カブスさんにとって、まあ、サッカーに限らず最後バスケットとかいろんなところにこう、うん、カブスさんの力が及んでいきますけれども、うん、カブスさんにとってスポーツって、うん、出会いはどんなところから、どんな、まあ、小学校の時に、生まれた時から、まあ、高島浜の海岸って海水浴場なんですね、有名な大阪では。大阪の、はい、だから小さい時からもうしなしら砂浜がもうすごく綺麗でね、はい、関東なんかとはまるで違って白くて、うん、あの砂がもうこうあのなんていうか その大きさが、うん、あの均等でもう本当に綺麗なとこで、とにかく夏休みに泳ぐんじゃなくて、うん、今年何月に泳いだというね、うん、1月の1日に泳いだよっていうのが自慢になるような町だったんですよね、そんなことから、まあ、あの水泳は小さい時からやってたんだけど、うん、まあ、相撲だとか野球だとか、うん、僕ら時代もやっぱり野球ですからね、うんうん、だからありとあらゆるスポーツが大好きで、もう当時はいろんなスポーツなんてなかったですから、うん、だから僕らは小学校でサッカーなんかなかったですからね、サッカーボールなんか見たことなかった。あ、そうですか、うん、そうなんですよ、そういう時代ですから。だからそういう中でやっぱり野球や、まあ野球をほとんどやってましたね。でも相撲やっても、うん、あの強かったし、かけっこがまた早かったんですよね。私はもともと早かった、早かった、ね、だから小学校の代表になったり、なんか幼稚園の時からよーいドンって先生やってドンっていう前にみんな出てんのになと思いながら、その出てたって後ろから、後ろから全部追い抜かすぐらい強かったんでね、だから近くに機械体操の選手がいて、あの学校にあるようなああいう鉄棒じゃなくて、あのふわんとこう、うん、なんていうのか、うん、柔軟性のあるんですよ、はいはい、あれで鉄棒をやって、うん、あの逆上がりなんかもすぐそれで優しいんですよね、これ反動があるから、はいはい、とかそういうこともやってましたからね、うん、で何でも好きでしたね。だからまあ J リーグができた時に野球がそのライバルでしょうと、野球界いつ抜けますか、日本のプロ野球どうのこうのって話聞いた時に、うん、なんで野球が対抗でなくちゃならないのって、うん、でそういうことをどうしていいのかなって、野球は野球で僕も大好きだし、うん、そこにサッカーが一生懸命やるということで、同じようなスポーツってこのスポーツでなくちゃダメだというふうな風潮はどうにも気に入らなかったですね、うん、僕の感覚にはそういうのは一切ゼロですよ。それはずっと子供の時からチェアマンになっても、うん、そう変わらない、変わらないですね、うん、だからその延長線上でいうと、うん、バスケットだの、うん、最近ちょっと今バドミントンっていろいろ大変なまあそういうところでいうともう全然変わらないですよね。だからもう高校入った時はその小学校の時、中学校の時っていうのはやっぱり演劇放送劇団に入って演劇活動してましたからね、タスク先生であんまり、そうです、はい、で中学校の3年生の時に、すごいいいピッチャーがいたんで、川口は野球部に入って大阪で優勝しようなんて言って、あの野球部を3年生の時に始めたんですよね、はいはい、で高校に入ったらその高校は浦和高校と同じ全国大会で浦和高校と2回か3回決勝であって、みんな浦和高校に負けてるビッグな高校ですが、そこにまあサッカー部があって、四国に大阪の代表で行くことになったから、お前サッカー部に入ったら四国の高松連れてもらえるぞって言われたんでね、当時ね四国なんかなかなか旅行できなかったんですよ。で宇高連絡船っていうのがあって、うん、宇野から高松まで行く汽船があるんですよね、はいはいはい、でそれに乗りたくてまあちょっとした海外旅行いるんですよ。そうそれに乗りたいがためにじゃあサッカー部に入るって、1年生の夏休みサッカー部入って、うん、で帰ってきてのサッカーなんてルールも知らないし面白くもなんともないから、うん、で当時スパイクなんかなかったから運動靴でやってましたからね、うん、普通の運動靴で、うん、だってそんなサッカーシューズなんかない、うん、まあどっか、うん、そのどっかの
高いそのスポーツ店に行きゃ高い靴だけど買えることは買えたんでしょうけどね、うん、僕なんか全然そんな運動靴で十分で、うん、それで帰ってきてサッカーもやめさせてくれってちょっと体調あんまりからの僕は扁桃腺が弱いんで、うん、サッカーなんかやめなさいってお医者さんが言ったからって言ってね、はいはい、まあ、それは嘘なんだけど、うん、だ嘘だね、やめるためにやめるためにじゃあお前四国に行ったんやからやめといてくれよって言われてね、せっかく行ったし、まあ、その四国に行った義理があるなっていうんでいやいや2学期から始めたら、OB がやっぱり前年度全国高校選手権で準優勝、浦和高校が優勝で、うん、先輩がそれぞれの大学行ってて、で先輩サッカーがあの上手い選手が結構いたんですよね。でその選手たちが、まあ、明治やその慶応や早稲田なんかで活躍している選手が帰ってきて、うん、ものすごく教えてくれる熱心、うんうん、それでね、もうめきめき上手くなったんですよ。あ、そうですか。めきめき上手くなったっていうよりね、うん、サッカー当時のサッカーのレベル低かったわけですよ。だからみんな下手の中でちょこっと目立ったってそんな感じですかね、まあ、足が速かったからね。やっぱりでも三国ヶ丘の層の厚さっていうのはじゃあ OB がいっぱい来るわけですね。 そうですよ。だから合宿なんて選手の倍ぐらい来るからね。そうですか。1人に2人の OB がそう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 、そんな感じでしたね。だからまあそれでは、まあ、あの2年生からもうサッカーがもう好きで好きで仕方なくなって、で、あの昼休みでもなんかってボール持ってドリブルでお前俺のボール取ってみろとか言って、あのボールキープを自分でこう遊びながらやってたっていう。今じゃねどっちかとないんだけど、当時としてはそれがまた楽しかったですね。高松に行って遺留してもらえてなければ辞めてたかもしれない。いや、もう辞めてましたね。僕たちはもうあの強い、こんなつまんない面白くもないサッカーもう誰がやってられるかっていうね。それでやめてたら今の J リーグないかもしれないです、ね。いや、まあ、そんなことはないと思いますけど。いや、もうないかもしれない。そこでね、あのサッカー続けてなかったら僕の一生も全然違うものになってますね。本当にとっくにくたばってたかもしれないし、本当にそれは分かりませんよ。それと、うん、まあ、あの高校でそれサッカーばっかりやってて進学はどうするんだって、うん、いやいや、とは1年浪人を前提でっていうようなことをやりながら、うん、で1年浪人しても、うん、その予備校に行かずに毎日のように高校の後輩と、ね、サッカーやったんです。その頃ね、はい、何考えたのか自分でも分かんないですよ。でプロなんかないでしょ。予備校とか行ってなかった。予備校行ってなかった。その予備校行くにはね、いや大阪難波に一つだけあって、でその高いんですよ、はい、授業料が、はい、でその交通費も定期代を出してもらわなくちゃいかんっていうんで、ね、うん、それじゃやっぱり親に迷惑かけるなっていう感じもあって、うんうん、その代わりでも一生懸命毎日行ってたから似たようなもんですけどね、境まで、電車に乗って、うん、浪人2年目の時にある大会でその三倉高校 OB で試合を出たら、うん、相手が大阪クラブっていうあのちょっとかなり強いチームだったんで、うんうん、そこにあの川本さんとか岩谷さん当時の、ね、日本代表が5人ぐらいいたんですよ。でこっち見くれば高校の OB でしょ、はい、でそれで都市対抗の関西選手権の決勝戦かなんかね、うんうん、それで1対0かなんかで負けたんだよね、うん、これが日本代表かって。あ、意外と自分たち近いかも。じゃあこれ俺なれるなってその時にねサッカーやってやろうと、うん、その時ですよ、その決心したのは。あ、そうですか、うん、だからそれまでは代表になれるとかそんなに夢にも思ったことはないし、うん、サッカーでそういうもちろんプロでもないしサッカーであのいい会社に入ろうとそんなのまるでなくて、うん、要は代表にこれはなれるという。あ、そうだから、まあ、意外と早かった、うん、だからね、そういう意味では何にも考えて、何にもどういう考えて2年浪人して毎日サッカーやってたかって、うん、今にして思えばね、うん、本当あれがなかったら僕の人生ないんですよ。だから不思議なもんで、ね、だから無駄なというかね、バカみたいな、なんか、うん、あの僕は実はちょっと人間川淵さんっていうのはおこがましいんですけど、うん、まあ、いろんな川淵さんの表情があって、ええ、もうなんていうか頭から湯気が出てんじゃないかって烈火のごとく怒って怒って、うん、もう絶対にもう許さないっていうか、うん、曲がったものはダメだみたいな川淵さんと、うん、ある時はもう本当にポロ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 こっちがびっくりしちゃうぐらいのタイミングで泣き出しちゃったりして、
あの情にもろくて、人情深いカーブさんと、うん、なんか両目いるような、ね、でその例えば浪人時代僕は、まあ、例えばものすごく負けず嫌いなカーブさんだろうなと思うんですが、うんうん、例えば浪人したときは、畜生絶対負けないぞ、勉強して見返してやるみたいな、うん、そういうとこに行かずに勉強には行かなかった。それがね、本当に不思議でね、全く行かなかったですよ。負けず嫌いの川口さん、勉強には行かなかった、うん、でね、これ、社会人になって、普通の働いてサラリーマンって、なんかつまらん人生だなって、だからなんかね、うん、行き先をどうしたらいいのかなとか。目標が見え、ぼんやりしてると。もう全く見えなかったですね。でこうなりたいと、こう昔は小学校の頃は陸軍大将ですよね、うん、なりたいのは、うんうんうん、それ陸軍大将以来全くなりたいものが見つからなくて、うん、で小学校の時にその吉岡佑先生に、うん、NHK のドラマに放送劇に何本か出た時に、うん、吉岡先生がこれ役者に誘おうと思ってみんなでこんなことやらせてるわけじゃないんで、うん、そういうことを目指すということではなくて、やっぱり自分の人生は自分で決めなさいって言われたから、うん、あそういう役者さんじゃないけどそういうドラマの方にやっぱりこれ行くと先生の思いとは違うなというのがまだあって、うん、なるほど、それでまあ普通の会社に勤めてどういうふうな例えば大会社の社長になったりとかなんか そんな思いすらもう一切浮かばなかったですね、うん、で一番 ね僕として一番初めに目を持ったのは、ね、その頃 NHK の全部生放送なんですよ。ああいう録音なんかなかったから、はい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 、だから大体もう練習して一発でそうそうそう、もう放送機の練習それね約1回ぐらいあるんですよ、はい、それで本番の時に大体全部生演奏なんですよ、うん、そっちはね、オーケストラ効果音とかも全部ね、それもでそのバックグラウンドミュージックっていうのは全部 NHK の、うん、オーケストラ、ちっちゃなオーケストラですね。で指揮が、指揮者がいるわけで、一番初めに思った意味はね、指揮者になりたいっていう。で指揮者になりたいなってかっこいいから、で、ね、全体を動かす。そうそうそう、ほんでそれで何かやったかったら何やったら指揮者になるために音楽勉強したり何にもやってない。それで、あの僕と同じその同級生が他 あの小学校だったけど、その子指揮者になってるんですよ、やっぱり、はあ、でやっぱ同じ思ってもやっぱりその道に走ったあの進んだ子がやっぱいるんだって、はあ、だいぶ後でね、はあ、僕知ったのは、はあ、それ次はね高校やって、で3年生の時に修学旅行のためにお金ものすごく積み立ててるわけですよ、うん、でお金がなんか積み立てて修学旅行に行かない人はこのお金を返しますよとか言われて、うんうん、修学旅行行くより映画みたいになって、うん、でその頃映画は割と洋画なんですけどね、洋画ばっかりで、その、うん、特にミュージカルが大好きで、それでそのお金をもう修学旅行行かずに、で映画ばっかり見て、でその頃の一番いいなと思ったらタップダンスなんで、タップダンスだった。タップダンス、じゃあタップダンサーになるかと、タップダンサーになりたいなと思ったけど、それも何もやった僕の人生ってね本当のね夢だけで、それに対して行動を起こしたことは一回もない。だサッカーだけですね。だそれもサッカーもまあ代表になりたい、これ代表になれるということをその浪人2年目にあの自分でやれるぞと思って早稲田行って、そのまま代表に行ったんですよね。だから唯一それだけですね。面白い、今考えれば。なるほどね、うん、浪人2年目もサッカーずっとやってたわけ。いや、ずっとやったんです。でなんでおふくろ何も言えなかったしね、よくね、僕も なんかねもう将来絶望したっていうか、夢も希望も何もないっていう感じ。あ、そうですか。だからその頃にサッカーのもしプロがあったら、うん、もうそういうしゃがりきになってやってたと思いますね。そうですか。なんかどんな局面でも負けず嫌いの川口さんは、うんうん、例えば演劇やめたら今度じゃあ今度勉強で絶対勝つんだとか、うん、ここで勝つんだとか、うん、そういう連続で来てたような印象があったけど、うんうん、
ぼーっとしてんな、もうぼーっとやってんなみたいな、うん、そういう時期もあったって、うん、あのね、よくね、小学校の優等生は先伸びないってよく言われるじゃないですか、うん、勉強しなくてもそこそこいい成績で優等生になれるから、うん、だから本当に天才、秀才っていうのは、もう本当によく勉強してやれたけど、うん、僕はその典型的な小学生の優等生なんですよ。だから勉強なんか一生懸命しなくたってそこそこの成績を、うん、まあ、高校の3年生の時に、うん、で1学期にね、やっぱり模擬試験がなんかあって、で発表されるわけですよね、うん、で何番入ったかよく覚えてないんだけど、まあ、10番か20番ぐらい入ってたんだと思うんだけど、不敬会の時に校長先生がね、サッカーでその本当にうまい選手がこんな成績っていうのは本当に、うん、あれ嬉しいことだと、PTA の会でその校長、福島さんっていう校長先生がね、うん、いや、言ってくれたらしいんですよ、うんうん、でそれ浪人してる時に初めてね友達の奥さんから聞いた話で、いや、もうちょっと早く聞いてれば俺はもうちょっと勉強したかもわかんないなっていうでも夏休みでよく言うじゃないですか、受験って夏休みは勝負だって、はい、で夏休み過ぎたらもうガーンと落ちちゃって、それがもう覚悟してるから、あんなもんダメや、うん、ダメやダメでいいっていう感じがあるから、だからサッカーにのめり込んだわけですよね。だからそれで全国高校選手権その時も出たんだけど、うん、だその時も一応は超高校級川淵三郎って新聞に書いてもらったのはすごく嬉しくてね、だからまあその他のことは本当あんまり何も考えてないっていうか、勉強してなんかとかいうふうなことに全くいかなかったですね。いや、面白いな。まあ、この話してたら全然 30年振り返る時間が何時間あっても、いや、ちょっとその劣化のごとく怒っても自分が止められないぐらいこう、うん、怒り心頭の川淵さん、うん、その涙もろい川淵さん、うん、そういう川淵さん、自分でその川淵さんをどういうふうに見てらっしゃるんですか。あのね、これ秘書、飯塚って秘書がいて、で、はい、J リーグの人だとか、うん、教会の時でも、うん、今日川淵さん機嫌がいいって聞いてから僕が言ってくるって言って、ね、いや、みんなね、多分それ気になってるんだと思うんですよだから、はい、ものすごいなんていうか、機嫌悪い時は頭から受け付けないっていうことあるかもしれないけど、うん、そのだから喜怒哀楽がものすごいはっきりしてるってことですよね。だから僕はよく言うんですよ、はい、喜怒哀楽はっきりしてる方がよっぽど分かりいいだろうって、うん、相手にとってもなんだかわけのわからない、怒ってるのか、はい、そうでないのかよりは、怒ってるで怒ってるっていう、だからそういう意味では喜怒哀楽がもうはっきりしてるっていうのは自分ではよく分かるんでね、はいはいはい、それで必ず反省しますから。そうなんですか。反省するんですか。すごい反省する。あ、そうですか。すごい反省するのとね、すぐその なんていうのかな、公演なんかしたりすると、初め頃公演なんかするともう必ず自己嫌悪に落ちるんですよ。そうですか。もうすごい。でこれ全部なんか自慢話ばっかりじゃねえかってね。あ、そうですか、うん、自分で。で、うん、あるところで作家の人に話を来て、こういう話で僕同じような話ばっかりするっていうのはどうも自己嫌悪に陥ってそれやりにくいんですけどね、どう思いますかねって、川淵さん、落語見なさいよ、落語、うん、落語は同じ話をして、その場でみんな大笑いするでしょって、うんうん、それと同じで、うん、やっぱり自分のやっぱ思いを、いくらどこで同じような話したって、それはそれでいいんですよって言われて、そこから終わりきれたんですね。うんうん、だからそういう意味では、喜怒哀楽は本当にすごく、もう悲しい時とか、気持ちが優しいような行動とか、そういうものを見たらもうすぐ涙、いまだに涙出ますね、優しい気持ちが、そう、昔から、うんうん、でもその小学校のことを思い起こすと、小学校の時に泣いたのは2回あって、2回よく覚えてるんですけど、うん、で1回目は宿題してこいって、僕6年生で休長だったんだけど、うん、宿題してきたら僕ともう一人の男の60人ぐらいですかね、その頃の生徒、クラス、うん、で2人で先生、担任先生怒ったって、こんなんで授業は今日やらないとかって、ね、職員室の方に行かれたんで、これはまずいなーって言うんで、ちょっとみんな来いとか言って 4,5 人連れて、うん、職員室行って、先生なんとか来てくださいって
先生に泣きながら訴えたのが1回目とね、うん、あそれは本当に先生に泣いてお願いしますってそうそうそう、でもこうその先生がお前川淵はやって宿題やってきてるのになって言ったらよく覚えてる、それはそのことを。でそれからもう一つはね、あの吉岡先生が当時ね二重の扉っていうのが NHK であって、で5年生放送劇、そうそうそう、放送劇じゃなくて、うん、あのなんていうかあのクイズのクイズ番組ですね、 NHK で有名な。でそれを僕らが、5年生、僕6年生で5年生が学芸会みたいでその二重の扉をやる、5年生だけがみんな見るっていう時に僕はその司会をしてくれって吉岡先生に頼まれたんですよね、うんうん、で僕と安井清隆って、うん、それ東大ストレートで通ったやつなんだけど、で2人頼まれて、で終わって教室帰ったら授業の最中なわけですよ、うん、だ担任の先生が何川淵どこ行ったんだと、いや高校ほどで二重の扉の司会してましたって、なんで僕に許可を得ないで勝手に行くんだ、うん、外に立っとれってね、うん、2人立たされた、僕は生まれて初めて立たされたの、うん、こうやってね吉岡先生が中で来られて、うん、ぶっちゃんって言うんですけど、ぶっちゃんなんで たらされてるのって言うんで、いやこういうことでたらされるんですって言ったら、じゃあ僕が話したらってその谷野先生と話をして、うんうん、で谷野先生のやっぱり立場もあるからね、うんうんうん、でやっぱりそれを自分にちゃんと了解を得ずにやるっていうことはやっぱりそれ良くないっていうことだったんでしょう、結論が、うんうんうん、そしてその吉田先生が来て、ぶっちゃん悪いけどあんたっといてくれよなこの時泣きました、泣きました、これ本当に先生ありがとう、そこまでやってくれてそうそう十分ですみたいな、ぶっちゃん悪いけど立っててくれよななんて言われるって立たされる生徒ってのは珍しいなだからそういう なんていうのか、もうこう心にこう染みるようなことがあると、もう我慢ならない、うん、我慢ならないっていうか、もう気持ちが高ぶっちゃって、うん、すぐ涙出ちゃうんですね、だからしょうがないですね、あんまり変わりようがないから、じゃあ怒るとか泣くって対極な二面性じゃなくて、うん、常に喜怒哀楽をストレートに、そうそう、いや、そういうことです、嬉しいと嬉しいし、うんうん、本当にまあ明明白白っていうかね、はい、うん、顔見りゃもうすぐ分かるってやつですよ。でも、スポーツって珍しく今僕は現代社会の中で喜怒哀楽を表現できる数少ない、うんうん、電車の中で大きな声出したって、うん、その職場で泣いたり笑ったりしても、うん、みんながびっくりしちゃうじゃないですか、うん、でもスタジアムだったらね、そうですよね、この喜怒哀楽を表現するっていうのは、うん、なかなかできにくくなってるけど、うん、それをずっと川淵さんは、そうですね、だからそういう意味ではスポーツと喜怒哀楽っていうのは意外と近いところに、うんうん、それがあるからスポーツは感動もし、やはりまあ僕に言わせれば勝って喜ぶ、うん、その喜びの大きさと負けて、うん、悲しむ悲嘆さとのね、あれはねもう同じだと思うんです。それは感情という意味じゃね、うん、負けても勝っても同じだと僕は思ってるんですよね。だからそういう意味ではあのドーハの悲劇なんかは、あのもうがっくり天から地に落ちたあの悲しみ、あのなんていうか、もうみんなの思いは勝ってアメリカに行くよりもはるかにあっちの方が大きいから、感情の大きさとしてはそっちの方が冷気あるっていう僕の見方なんです。それでこの川淵さんがその J リーグの責任者になり、うん、J リーグが生まれます。でこの J リーグってまあ5代目私も8年担当したんですけど、まあそのなんていうのか、5人目がそのバトンを受け継いでつなぐ話と、ゼロから1を作るこの、うん、なんていうの、ファーストペンギンというか、うん、生み出す力ってもう全然違うと僕なんかやりながら感じてて、うんうん、あの川淵さんがこの J リーグっていうものをこう生み出す一番のこう直接的なきっかけだったり、タイミングだったり、エネルギーだったり、その受験勉強もしない川淵さんがですよここにぐーっとエネルギーをなぜにこうつぎ込んでいくことになっていくのかっていうのはこう、うん、なんでしょうかね。やっぱり一番初めに1960年に、うん、あのドイツに行ってデュースブルのスポーツシュレっていうのを見たんですよね、まあ、あの村井さんも見ていただいたんですけれども、はい、こんな素晴らしい施設があるのかっていう、その驚き以外の何物でもないですよね、うん、まあ
日本にさ芝のグラウンドなんかほとんどない時代ですよ、うんうんうん、でそこにいろんな国あるよ、みんながいろんなスポーツを楽しんでいる、うん、でその芝生の質もまるで違うわけですよね、うん、もう芝生をこうしてやりしたら土なかなか届かないっていうのは、ね、自分初めの印象でよく分かるんですけ ど, こんな風なそのあの、ま、戦争で負けた国でありながら、うん、日本と同じような国でありながらこんなにスポーツをエンジョイできる場所が、うん、こんなにあるのかって、日本それに比べてもういかにスポーツっていうものに対するあの世間 の, その理解っていうのか、そういうことに対してレベルが低いか、でそれが一番言われたのはね、やっぱり日本で一番のあれは読売ジャイアンツですよ。で読売ジャイアンツの多摩川の練習場って言えばやっぱりもう土の上で、しかもあのそういうクラブハウスがないですよね。そういうのが日本で一番のプロスポーツチームの練習場所、うん、何にもかかわらず、うん、ドイツは一般の子供たち、小さな子供たちすらこんな素晴らしい環境でスポーツを演じようできる、うん、あもうその差にはね、もうやっぱりもう愕然としましたね。だから僕は、うん、J リーグがスタートする前にも言ってたんですけど、やっぱり日本はもうスポーツ三流国に、三流国だって、うんうん、本当に三流国ですよ。なんかあるとスポーツバカだとか、スポーツやってるからどうのこうのだとかっていう、そういうスポーツを卑下したような言葉が曲がり通ってる、うんうん、アメリカなんかは特に大統領になると自分は学生時代こんなスポーツをやったんだって、それを売り物にしないとなれないですよ ね,、うん、ね、そのやっぱり悲願の差っていうのはね、もう本当に強烈に感じましたよね。だから僕やっぱりドイツのスポーツシューレットのを見て、こんなのが日本にあったらいいな、でも僕が生きてる間は絶対にこういうものできるわけないなってやっぱ思いましたよ、うん、できるとは思ってない、そんなのは。なるほど、うん、だってあんまりにも環境違いすぎるもん。そのスポーツ州でデュイスブルグに行かれた時っていうのは日本の代表選手で、そう代表選手で、ね、合宿で行ったんですけど、僕あのカブさん書かれたものを拝見した時に、50日間の日記をちゃんとつけた、ね、カブさんってその日記を毎日つけるような貴重な性格なんですか？全く違うね。僕は三日坊主の典型で、小学校の頃は毎年ノートを買ってもらって、日記帳を買ってもらって、本当に3日しか続かない。これはもう典型ですよ。僕はすごく神さん的だなと思うんですけど、あの50日間それがあの時だけびっしり書いてるんですよね。でしかも練習終わった後にもかかわらず、そんな簡単な日記じゃなくて、かなり今日はどうだったかこうだったかってね、かなり克明に書いてるんでね、うんうん、自分でもやっぱりその時に受けた刺激がいかに大きかったってかっていうことでしょうね。今までにないその新鮮な刺激と、やっぱり自分がこういうところで日本が変わっていくきっかけになればいいなっていう思いもあったんだと思いますよ。なるほどですね、うん、やっぱり3日で終わる日記と違うぐらい強烈なインパクトがあって、うん、そうですね、その風景が、うん、映像がカブさんの中にずっとあって、うん、でもこれって代表選手として行かれた時と、チェアマン、あの総務主事で JSL の総務主事に着任される期間っていうのはこう結構長いんで、うん、その映像はアーカイブっていうか、ちゃんとここの中にメモリーの中にずっと残ってたって。そうですね、僕はやっぱりプロを作りたいということを、あの、まあ、当時の JSL の責任者が僕に言ってきたんで、はい、僕は名古屋の営業部長してる時ですけど、うんうんうん、やりたきゃ勝手にやれば、まあまあ、うん、それは努力するのはいいんじゃないのというぐらいで、何をバカなことを言ってんだよ、はい、お前、はい、プロなんて成功するわけねえだろってよくも言うなって、でもそれは頭からダメだっていうのもあれだし、うんうん、夢持ってやればっていうぐらいの、ね、うん、突き放した、うん、だからそれではあのプロ、いやいざ僕が、うん、この関連会社に出向を命じられて、うん、そこの関連会社に至って先が、サラリーマンの先が見えてる。で自分としては何が自分としての後の人生生かされるかっちゃ、いやもうサッカーしかないなって。でやっぱりサッカーのプロ化とかいうのはみんな若手が言ってるけど、うん、そんな若手ぐらいじゃなのそう簡単にできやしないから、うん、俺がやっぱりその先頭になってやることこそが残された自分の人生かなっていうのは、その執行を命じられたからなんですよね、はいはい、だからその時に初めてデュースブルーのスポーツ修理、ああいうものを日本に作りたいという、そういう夢が、あの現実のものとして頭の中にあるわけですね。これが強かったこれが強かったです。だってまあプロね、J リーグみたいなそういうプロの
あのサッカーリーグを作りたい、じゃあこうになりたい、こうにしたい、ヨーロッパみたいになりたいって、なりたいって言ったって、じゃあ具体的にそのクラブのイメージとか、どういうものを目指してるのかっていうのは、うん、なかなか頭に描けないですね、うんうん、僕はもう、ね、そのスポーツ修理がボンとあったから、うん、いきなりその目標設定がもうできてるわけです。だから、ここに至る道がどうだか分かんない、うん、これがまあ相当大変でしたね、うん、加賀山が一緒に事務局にいた佐々木と加賀山と豊野さん3人だけだったけど、うんうん、どこからどういうふうに持っていったらいいのか、これが一番悩みでしたね、うん、大変でした。それは今あの現代経営者は分かったような顔してパーパスだなんて、ね、そうそう、ミッションビジョンバリューとかなんか言ってますけども、川口さんにはビジブルな絵があって、うん、ここ行くぞっていうのがあって、多分それを発表された時に、僕は一あのサポーターでしたけど、うん、あの日本中が緑の芝生に覆われるとかっていうのは、うんうん、イメージが画像が浮かびましたもんね、うん、そうですよね、理屈じゃなくて、うんうん、あそこのそのなんていうか電波力、うん、じゃあ一つの大きな要素はもうゴールはあったっていうか絵はあったっていうところが一つですね。そこがね一番ですね。一番ですか。あれがなかったらどういうものをあの将来のあるべき姿として描いてそこに走っていくのか、あの道を開いていくのかっていうのはね、なかなかできてこなかったと思いますよ。ただ単にプロとしてなんとかったら結局ね、瓦解してたと思います ね、 そ う、 ね、そういう理念とか、はい、進むべき道っていうものが明白でない、ね、ええ、このポスターが、ね、ちょうど95年ですね、あの、ええ、いわゆる J リーグ100年構想っていう構想を、うんうんうん、発表した時 の、 あのポスターで右上に J リーグ100年構想が出てますけど、こういうそのなんて言うんだろう、まあ J リーグの理念って私も何千回頭の中にこう何度念仏のように唱えたか分かんないですけど、この J リーグの理念をちょっと具現化した J リーグ100年構想っていう図柄、これもそのカブサにあるものをちょっと表現を変えてこういう形になってったっていうこと。そうですね、あのね、僕はあの J リーグスタートする前、やっぱり各地から呼ばれて J リーグのプロ化に関していろんな講演ものすごくしました、全国で、はい、でその時にみんな地域に出したスポーツクラブなんてあって誰も理解してもらえませんでしたよね、うんうん、でやっぱりその、J リーグっていうのは地域に出して老若男女誰でもがいつでもそこに行けばスポーツを楽しめる場所を日本中に作りたい、でそのスタートきっかけとしてサッカーの J クラブがスタートしてこれを作っていくんですよ、うん、これは30年40年50年100年経っても絶対にこういうものを日本に作り上げるというそういう理想のもとに J リーグはスタートしたんですって、必ずね、うん、30年40年50年100年って言ってるわけですよ、うんうん、だからそこがこの100年構想があったん で、 これ初めにこれいろいろその、こういうことでキャッチコピーにしたらどうかなんて言われて、うん、100年構想っていうのは僕がそういうことを言ってることをちゃんと理解してくれて出てきたん で、うんうん、そうですか、僕としてはもう、うん、これはもうそのまんま、うん、僕が言ってる通りだっていう、うん、だからすぐ受け入れられましたね、あのまた現代の経営者は分かったような顔して、うん、サステナブルなんて言ってますけど、いや本当に俺はとっくにやってるよって、サステナブルなんてあのカタカナはないけど100年構想ってそういうことだ よ、 もうこれ そんなね、だからさっきのパーパスだってね、パーパスってどんな英語かなって見たらな、我々がやったら綴り見たらこれ目的じゃねえかって、わざわざパーパスなんて言うんじゃねえよって、よそうそう、サステナブルなんだね、そういう意味ではね、僕らはやっぱりもうそのサステナでディベロップメントゴールスはもうとっくにもう J リーグスタートした時から言ってるわけですよ、今もう最近 の、 あの社会課題は地方創生だなって言ってますけどもう30年前から地域に地域密着なんですそうそうそうなんですよ、それからまああのなんていうかフェランソロピーとか、ね、企業メセナとか それを僕は講演の時にものすごい言ってるんですよ、だ か、 そのだから初期の段階の僕の講演機やなの何を今から言ってんだっていうこのそうなんですよ、ESG だ、ソーシャルだなんてのはもうとっくに言ってるんで、うん、この辺の色褪せない今でこそこの J リーグの理念がすごく世の中中こう地域創生で社会課題改善、うん、サステナブルでどうのこうのこうって、うん、まあこれじゃないかと、うん、なんであの30年前に、うん、こういうことが見通せたんでしょうか。やっぱりねスポーツを通じて日本中を豊かにしたいっていうね、やっぱり人生が
の楽しみ方で日本人ほどスポーツはその人生の楽しみ方の中の一つに入ってないんですよ。これが絶対に損して、僕に言いたいのは皆さん損してますよって、うん、欧米のあのいろいろの人のそういう人生の中には、うん、スポーツっていうものは必ずその自分の、一つの、うん、好きなものとして、うん、趣味でも自分がやるも含めて見るも含めて、スポーツというものは重要な位置を占めているにもかかわらず、日本はそれはまるでない。だ皆さん本当に損してますよ。だからスポーツをエンジョイすることが人生をずっと豊かにしますよということを言いたかったんです ね、 ね、うん、だからそういう意味ではね、これからやっぱりいろいろ世の中進んでいって、まあ、5G、6G なんていう世の中になっていって、うん、それから、まあ、あのいろんな機械化その他、まあ、合理化が進んでいくと、うん、余暇がものすごく増える。あこれ その時こそこのスポーツが人生を豊かにするんですよ、うん、本当に本当です、ね、うん、だから得しますよって、あ、うん、そのことがねなかなか分かっていただけなかった。なるほど、うん、コロナの時も一時期不要不急じゃないかみたいな意見もありました。もう本当にね無観客にするとは、うんうん、結構ねあのやり取りしていやだから本当にね村井さん頑張っていただいて、ちょうどあの無観客でないような準備をして、うん、であのスーパーコンピューターで富岳が世界一の富岳が1万人入ってもほとんどコロナに感染する人は1人か2人しか出ないというそういうあの回答を出しているにもかかわらず、あんな富岳の言うことなんかわからないとか言うね、ああいうことを言ってるもう世の中にある本当にあの幻滅しましたね本当に。そうですね、うん、そのスポーツをちょっともっと文化に本当に根付いていくようにしなきゃいけない。で私もあのダゾンと交渉してた時に、うんうん、向こうはどこの市場であのインターネット配信をスタートするかって、うん、各国の分析をしてたんですね、うんうん、でプレミアとかブンデスとかラリーガとかあの辺は巨額なあの衛星放送とかケーブルの放映権があるんで、うん、そこをひっくり返せないと、うん、そうじゃないエリアでどこでローンチしようかっていうので、うん、彼らはもうレポートしてるんですけど、うんうん、日本は不思議な国だと、うん、例えば千秋楽になるとみんな相撲見るし、うん、真央ちゃんがスケートっていうともうみんなスケート見るし、うんうん、カーリングだってカーリングになったりジャンプだったり、うん、そのスポーツ新聞というのがあって競馬だったり、うん、そうや、そうですね、ありとあらゆるスポーツを実は見る習慣はある国なんだと、うんうんうん、でそしてあのスポーツを 見る習慣もあるんだけどまだね根付いていないと、うん、でIT のリテラシーは60年代のタブレットを使っている人たちは世界で一番強くて早くて、うんうん、だからインターネットとかスポーツに実は関心はあるんだけど、うん、社会的にまだ、だからまだこれから、うん、あの魅力あるエリアなんだっていう彼ら分析してて、うんうん、私はそうですよこれから日本はね、うん、スポーツ見放題はいいですよなんていうことをやってたんですけど、カルさんおっしゃるようにちょっとこうなんていうんだろう、もったいないよっていう、うん、それはありますよ。でも要するに未開発国なんですけど、うん、でまあスポーツというと今ある既存のスポーツをあのエンジョイすればいいということではなくて、やっぱりあのこのボッチャっていうようなね、はい、ああいうのを初めて、はい、あのパラリンピックの時に見せていただいたけど、はいはい、サッカーでもウォーキングサッカーだとか、はい、今やとは全く違うけれども、スポーツっていうと走ったり体力がなくちゃダメだと思ってスポーツを忌避してる、うん、嫌がってる人たちも、うん、こんなら思い切ってやってやろう、楽しもうと やるような新しいねスポーツを発見していけばいいんですよ、はい、そうですね、うん、で、はい、そういうことで体を動かすっていうことが人間生きていく上において一番 大切なことだから、うん、やっぱりスポーツをやらないで体力を維持するだとか、100年まで長生きしてベッドの上で、ね、あの寝たまんまで長生きしてどれだけ その人間としてのその何ていうか価値があるのかっていうことから言うと、やっぱり健康で長生きするっていうことから言うとやっぱりスポーツをするに越したことはないんでね。そうですね。で結局今世の中でよく言われているのはスポーツすることによって頭脳頭の活性化も図れるし、やっぱりまあ、頭脳明晰になるとまでは言ってないけれども、うん、やはり頭は頭脳が活性化するっていうのは、うん、もうちゃんと医学的に、うんうん、証明されてますよね、はいはい、そういうことから言ってももっともっと日本がスポーツで満ち満ちてるような国になってほしいなって、うん、そう思いますね、うん、なる
実際その J リーグカブさん、スタートされて今年30年なんですけど、うん、カブさんが描いてたあの絵と現実っていうとまだまだギャップが、うん、J リーグそのものも、いやまあ村さんなんかのおかげで、一番ねやっぱり僕としては、うん、僕が想像以上に頑張ってくれてるなっていうのはボランティア活動ですよね、はい、で、はい、まあ、去年 2,3 年前 の、 その各クラブのボランティア活動の年間の活動数を合計すると2万件以上超えてると、うん、2万件以上ということになると割り算するとね、60で割り算すると大体1日1件やってるってことですよ、うん、各クラブが、うん、そうですね、これはね、うん、僕の想像をはるかに超えて、本当にその地域に出して出した活動でウィンウィン、地域社会とウィンウィンの関係で発展してもらってるなっていうのは本当に嬉しいことですね、うん、そうですね。でただやっぱり、まあ、一番の僕の望みであったのは老若男女誰でもがいつでもそこに行けば、うん、いろんなスポーツを楽しめる場所づくり、これについてはね、うん、やっぱりまだ僕が思ってるほど進んでないっていうことに対してやっぱりちょっとね、うん、こう頑張ってほしいなと思いますね、うんうん、だから浦和レッズが一番初めにレッズランドを作ってもらって、はい、そあそこ行った時にはまあ僕泣きましたよ、本当に嬉しくて、うん、これだとこれこんなの作ってくれ、いよいよテニスもあるしラグビーもあるし、うん、バーベキューもあるし、そういよいよここから始まるなと思ったらそこからあまり進まないんでね、うん、あれがちょっと、まあ、ベルディなんか十何種類ものスポーツをやるっていうこともやってくれてるし、うん、まあ湘南ベルマーレがいろんな、うん、ビーチバレーとかソフトボールとかいろいろやってくれてますよね、うん、はい、だからそれがもうちょっとやっぱり全部が全部そういうことになる必要はないにしても、うん、もうちょっと J リーグのクラブが他のスポーツをうまくこう取り込ん で、 で同じ、まあ、例えばバスケットボール極端にはバスケットボールのプロのチームが同じ、クラブで あったとしたらそのファンが両方のファンになりますよね、うん、そうですよね、でそういうようなメリットというか楽しみ方がさらに増えていくし、そのシーズンについても、まあ、シーズンオフの時にこっちはシーズンオンだっていう感じの連携もできるだろうし、だから僕としては運動嫌いの人が好きになるような新しいスポーツの開発というのが、うんうん、これからの時代必要だと思いますね、うん、またスポーツ団体の横の連携とかがあるようであんまりなくて、いやで全くないですね、ですよね、縦割りタコツボ、うん、完全に縦割り、うんうん、私今実はバドミントンの副会長を拝命して、少し今関わりがスタートしたんですけど、例えばコンサドーレはバドミントン部があるんですよ、うん、ああそうですか、はい、そ知らなかった、北海道のね、うん、インドアでできるんで、インドアね、すごく大で、うん、実はそのコンサドーレの応援スタイルと、うん、いやサッカーの応援スタイルと、うん、手拍子のあれと、うん、バドミントンこの間見に行ったら似てるんですよ、うん、だからそういう意味では、うん、重複投資することなく、うん、そのいろんな競技が楽しめる原型も、うん、実は もっと僕らバスケとサッカーやバドミントンや、うん、いろんなところのリーダーたちが横でつながるといいかなとも思いましたし、ね、うんうん、そうですね、今、はい、まあバレーボールがまだプロ化には思い切ってスタートできないようだけど、うん、まあ、ちょっとそれに近いような形で何年後かにスタートしたいってこの前会長来られたんですけどね、うん、でやっぱりバレーボールが多くのファンにこう応援してもらえるっていうのは一番やっぱりアリーナが絶対必要条件で、うんうんうん、アリーナっていくらじゃあバスケットボールのアリーナバレーボールのアリーナじゃなくて、うん、バスケットボールのアリーナもう今相当の数ができてまして、うん、これから10以上また新しいのができるんですよね、うんうんうん、でそれも時代をに先んじた最新型のアリーナで、まあ、試合だけじゃなくて日常その市民がエンジョイできるような場所にするという、うんうん、そしたら、うん、そのバスケットボールのアリーナと共存共栄するようにバレーがそこに入っていけばいいじゃないかって、ね、うん、だからそれをちょっと今話してくれって、うん、今ちょうどねそのことを始めたところです、だからそれもね、なんとなく言いにくいとか、なんかバスケットとバレーは違うんだとか、そういうふうなことの自分らでその溝を作っちゃってるところがあるんでね、やっぱり同じスポーツなんだから同じように発展していこう、応援するならバスケット応援してバレー応援しないとか、そんなことじゃなくて両方応援できる幸せを市民に感じてもらえばいいわけでね、そこのところのね
考え方がもうどうもね僕としてはよくわからない、うん、そうですね、なんでスポーツを区別するのか、うんうん、いや本当スポーツって何なんだっていうその原点の定義が曖昧だと、うん、あのスポーツはもうみんな余暇を楽しむものだと、うん、老若男女が、うん、っていうイメージがあればそんなの自然に行くんですけど、ね、うん、そうなんですよね。部活動もなんか、うん、カブさんは野球やりながら、うん、サッカー やったように、うん、そんなことが縦割りの意識の中になんか閉じ込められてる感じがするんですよね、うん、だからあの日本、まあ、アメリカは特にあのそういうシーズン制がいて、はい、あって子どもたちが、うん、まあ、4月4日独立記念までは野球やっていいけど、うん、あとは野球以外のスポーツやるっていうふうに、うん、今はどうなってるか知らない。僕が調べた時はそうだったんですよね、うん、で日本は野球やったら野球ばっかり、当時はもう僕らの時代っていうのは運動神経のいいのはみんな野球行ってたわけですね、うんうんうん、でそこで150人ぐらい部員がいて実際試合出れるのは20人ぐらいで、あとの130人は声出しだけで、うん、運動能力の高いのがいっぱいって、こう本当にもったいないなと思った、うんうんうん、でだから野球界もっと考えると思ってって、そんな話をしてたらこの前今サッカーそうですよって言われてサッカーが全部取っていくと言われて、あそうか、それよくない、だからね、ダメやないか、やっぱりね、あの小学生はサッカーやったり野球やったりなんかやっぱシーズン制に絶対すべきですよ、うん、そうですね、うん、やっぱりシーズン制にしないと、うん、取られたりとかってあるんだけど、うんうんうん、だから、まあ、文科省あるいはスポーツ庁がいろんな、まあ、あの目標設定してやってるけども、うん、やっぱりシーズン制をより よくこう指導者も含めて、うんうん、あの分かりやすくその日本に普及していくと、うん、スポーツの良さっていうのは、うん、そして自分の好きなスポーツをあこれだって見つけられる、うん、で多くの人にそのことを理解してもらうこと、うん、機会が増えていくと思いますね、うん、そこのところがやっぱりこれからの一番やらなきゃならないことだと思うけども、でそれともう一つやっぱり場所ですよ、場所、場所ね、うん、はい、まあ昔に比べればこれでも相当場所増えましたけどね、はい、うん、うん、これはもうだから行政やそうですね、そのさまざま地域、うん、企業いろんな人のコンセンサスがないと今度それは進んでいかないものですもんね。そうですね、でもまあサッカー協会は僕会長の時に、うん、あのフットボールセンターを各都道府県に全部作って、今全部でいくつぐらいあるかな、まあ、40近くあるんじゃないかな、うん、各県1個持ってるんですよね、うんうんうん、人工芝のグラウンド、はい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 、でそれはサッカー協会からいくら補助をしてその地元でお金を集めてそれを作れっていうんで、みんなそれなりの努力をしてそういうものを作ったわけですよ、ね、うん、昔ならの、うん、できるか、そんなね、はい、金のかかるそういうことっていう、はいはい、それは現にできてやってて、ないですね、で小学校の校庭の緑化っていうのも、僕がやってなそんなこと言い出した時には日本に芝生のグラウンドをあったらちょっと探していてくれって協会の理事会で各理事に頼んだんだけど、うん、どこも返事なかったんですよ、うん、どこもないって言って、うん、本当はちょっとあったんですけどね、それで今もう小学校2000校ぐらいやっぱり芝生のグラウンドができてるでしょ、そこまで来ましたね、うん、だからまあそういう意味ではやっぱり子どもたちのためにいい、うん、そういう環境整備っていうものはね、うん、もっともっと進めていかなければならないと、うん、そういうことに対して、まあ、為政者もそうだけども地元のそういうまあ大人の人たちが子どものためにこういうものをもっとこうしてやろうというふうな、いろんなことで積極的に環境整備に動いてくれればありがたいと思いますね。これからの話をもう今ずいぶんいろいろいただいたんですが、うん、ちょっと講談で少しあのここでブレイク入れてスイーツ持ってきますので、で最後ちょっと延長戦をもうちょっとやりますのでちょっと待ってください。